皆さんこんにちは。ご紹介いただきました、今衆議院議員ということだったんですけども、解散しましたので、前衆議院でございます。で、明日から選挙でございますが、この熊本3区から自由民主党公認で立候補いたします坂本哲史でございます。今日は大切な現場で、大変ご奮闘されている皆様方の大切な研修会にお招きいただきまして本当にありがとうございます。どうかよろしくお願いを申し上げたいと思います。明日から選挙が始まるわけですけども、今度いろんな団体の方々からご推薦をいただきました。この保育連盟はもとより農政連、あるいは林業関係の政治連盟、そして医師会の方から、商工会の方から、いろんなところから推薦をいただきましたけども、これまでと違う推薦のもらい方でした。それは、これとこれとこれをやってください、ということで要望をきちっと書いてこられます。そしてそれに対して、調印をしなければなりません。政策協定というやつです。それだけ、各それぞれの業界団体がどれだけ、切羽詰まった状況になっているのか、だから、それぞれの候補者に、あるいは自民党の候補者にただ推薦するということではなくて、必ず実行してくださいという約束手形を切らせる、そういう推薦の仕方でございました。農業について言えばTPP がもし、TPP に参加ということになりますと、今1万3000円している米が6000円から7000円になります。乳製品がどんどん入ってきて酪農が潰れます。米の農家も潰れる、あるいはサトウキビの農家も潰れるという状況になって、 TPP には絶対反対してほしい、そして後継者ができるような日本型の農業を作っていただきたいというようなことで、ご推薦、それをやってくれるなら推薦をするというようなことでございました。保育の皆さんたちはしっかりでございます。また建設の方も、コンクリートから人へという本当に謳い文句で美しかったようですけども、それによってできるべき道路ができなかった、回収すべき、橋やあるいはトンネルが回収できなかった、だから昨日ああやって、トンネルで崩落事故が起きましたけども、これもやはりコンクリートだけを進める、そして公共工事をストップさせる、その一つの弊害であったと思います。医師会の方も、19人以下のベッド数が19人以下のところを診療所医院と言います。20人以上のベッドがあるところを病院と言います。しかし今この19床以下の医院、いわゆる有償診療所というところが経営が苦しくなって、どんどん、経営をやめて、閉鎖をいたしております。大病院に全てが集まっているというような状況で、地域の医療が本当に崩壊するということで、医師政治連盟の方から、この有償診療所の点数を少しでも上げてくれるならば、私たちは推薦しましょうということで、ご推薦をいただきました。これほどやはり、皆さん切羽詰まっている、そういう状況になってしまったということでございます。耳に心地よい言葉、これは本当に気をつけなければいけません。一人に2万6000円の子ども手当を出しますよ、あるいは個別所得保障をしますよ、コンクリートから一人ですよ、幼稚園も保育園も同じようなもんだから一緒ですよということで、一見聞けば、素人が聞けばなるほどなと思うようなことでも、しかしよくよく考えるとそれが実現できない、しかし、実現できないだけではなくてかえって混乱させる、そして、絶対この制度を悪くしてしまう、そういうものがいっぱいあるということをぜひ皆さん方にご理解いただきたいと思います。今回の民主党の要望を一元化、あるいは一体化、直接契約、こういったものもまさにその一つでございました。私たちは未来の大切な大切な人材を育てるんです。それは国家の責任です。国家がきちっと責任を持って、そしてこれから保育の現場で皆さんたちが働きやすいような保育制度をしっかり築き上げていく、守っていく、これが私たちの仕事であると思っております。しかし今後まだまだ大きな落とし穴もありますので、一生懸命勉強してまいりたいと思います。法改正進みますけども、条例とか政令とか省令とか、こういったちょっとした文言の使い方で違いでまた制度が大きく変わってまいります。
また、先ほど本村先生言われましたように親の働き方の時間で、保育が変わってくる、認定保育園の方に非常に重点を置かれてくるという危険性もございます。さらには、皆さんたちの働く現場でさらに0歳児3人に対して1人の保育士さんという、あるいは20人に対して1人の保育士さんという、この上限ももっともっと充実をさせていかなければならないし、子どもたちを安心して預かれる、あるいは保育ができる、そういう環境にしていかなければなりません。そのために私たちは働きます。そのために自民党という政党を結成をいたしております。どうか皆さんたちの意見をしっかり聞きながら、これからの保育の在り方、これからの人材育成の在り方、あるいは日本の姿形、こういったものを確実に作り上げてまいりたいと思いますので、どうかよろしくお願いを申し上げたいと思います。明日から選挙戦でありますけれども、全力で選挙戦戦って、そして皆さんたちのご尽力でご支援で勝ち上がらせていただいて、自民党が政権を取り戻して、そしてあるべき保育のお姿をさらに高めていきたい。今日大島先生、いつも東京でお会いしていますけども、大島先生たちの意見ご意見を十分聞きながら、これから皆さんたちのために頑張ってまいりたいと思いますので、どうかよろしくお願いを申し上げたいと思います。さらなる保育の発展を心から記念を申し上げまして、お祝いとご挨拶に返させていただきます。今日はありがとうございます。お世話になります。